アリフォルニア州ロサンゼルス出身の音楽プロデューサー、DJ、ラッパー、映画音楽家、映画監督。主にヒップホップ音楽を手掛けるが、ジャズや電子音楽、ブラジル音楽の影響を強く受けており、強い重低音と得意なリズムが特徴的である。音楽レーベルであるブレインフィーダーを主催。アリス・コルトレーンを王ーに、ジョン・コルトレーンを王子に持つ。 2006年に最初のアルバム1983を発表。ワープレコーズと契約しリリースした2作目のアルバムロサンゼルス、3作目コスモグラマが批評家から絶賛を受け、世界的に知られるようになる。その後、4作目のアンティルザクワ・イエット・カムズ、5作目ユー・ア・デッド、6作目フラマグラとソロ作品をリリースしている。また、 2012年からは、キャプテン・マーフィー名義で、ラッパーとしても活動している。音楽プロデューサーとして、ケンドリック、ラマー、マック・ミラー、チャンス・ザ・ラッパー、サンダー・キャットなどの作品に参加。また、映画やアニメのオリジナルスコアを担当したり、自身が監督、脚本を務める映画、クソを公開するなど、映画作家としても活動している。 フライングロータスのライブパフォーマンス1983年10月7日、カリフォルニア州ロサンゼルスで生まれる。フライングロータスは、ロサンゼルスフィルムスクールとアカデミー・オブ・アート大学に通っていた。2006年、デビューアルバム1983をリリース。2008年、ワーアップレコーズから2作目のアルバム、ロサンゼルスをリリースする。評から高い評価を受け、 世界的に知られるようになる。2010年3作目のアルバムコスモグラマをリリースする。前作に続き批評家から高い評価を受けた。2012年4作目のアルバムアンティルザ・クワイエット・カムズをリリースする。また、この年にキャプテン・マーフィー名義でラッパーとしての活動を開始する。この事実を数ヶ月間秘密にしていたが、初のラップミックステープ。 デュアリティを密かにリリースした数週間後にようやく自分の正体を明らかにした。2014年5作目のアルバム You Are Dead をリリースする。第58回グラミー賞では収録曲 Never Catch Me が最優秀ダンスレコーディングス賞にプロデューサーとして参加したケンドリック・ラマーのアルバム2ピンプ a バタフライが最優秀アルバム賞にノミネートされた。 2016年7月5日、自身の音楽レーベルである、ブレインフィーダーの映画部門の立ち上げを発表する。その直後、サンダンスメクスト映画祭で、ロイヤルというタイトルの短編映画をプレミア上映し、後にフライングロータスの長編映画監督レビュー作、クソの一部であることが明らかになった。映画、クソは2017年1月にサンダンス映画祭で、 プレミア上映された後、7月に一般公開され、2018年8月には日本でも一部劇場で公開された。2019年、6作目のアルバム、フラマグラをリリースする。オースティンシティリミッツに出演する、フライングロータス、アリスコルトレーンをオーバーに、ジョンコルトレーンを王子に持つ。新日課で日本の映画やアニメやゲームのファンとしても知られる。 日本の映画監督の三池隆塚本真也、北野武を称賛し、来日ライブの際には、ドラゴンボールの道義を着て登場したり、ゲームサウンドの要素をたくさん盛り込むなど、随所にその様子が垣間見える。詳細は、英語版、EN、フライングロータスディスコグラフィー及び、EN、フライングロータスプロダクションディスコグラフィーを参照。ありがとうございます。